行願寺は、京都市中京区行願寺門前町にある、天台宗の寺院。三号は、0、三。通称は、川堂。西国三十三所第十九番札書。西国三十三所で、唯一の天寺である。本尊は、千寿観音菩薩。本尊信言、御場皿たらまきりくそは過去栄華。花を見て、今は、望みも川堂の庭のちぐさも森なるらん。 百連勝、日本紀略等によれば、行願寺は、観光元年、行園が一条、小川の一条北変道跡地に道を復興して、行願寺と名付けたものである。一条北変道については、日本紀略へ、祖元年8月13日上に、一条北変道社頭会とあり、行願寺の創建以前から存在したことが、裏付けられる。当初の寺地は、現在の京都市上行区。 京都御苑の西法で、付近に川道町、川、道中市町、川道西町の町名が残る。御苑は仏門に入る前は、狩猟を行としていたが、ある時、山で見ごもったメジカを行ったところ、その亡くなったメジカの腹から、小鹿の誕生するのを見、摂生の日を悟って仏門に入ったという。行苑はそのメジカの川を常に身につけていたことから、川星、川星人などと呼ばれ、 それによって、寺の名も川堂と呼ばれるようになった。行園の生没年は未生だが、比叡山の横川出身の姓と推定されている。藤原の道長の息の藤原明信は、観光9年、行園の下で、帝発出家している。寺は、豊臣秀吉による、都市計画のため、天正18年に、寺町工人口に移転。法営5年の法営の退化後、 寺町工人口の旧地からやや南に下がった現在地に移転した。近年は地域猫に餌場やねぐらを提供しており、猫の寺としても知られている。寺では、グッズの販売や募金を餌代として活用している。次のような伝説を持つ絵馬がある。江戸時代の末頃、京岸寺の近くにあった七夜に奉公していた、おぶんという子守女は、聞き慣れたご栄華を、 子守唄代わりに口ずさみ、子供までご栄華を覚えてしまった。熱心なホッケ業信者であった七夜の主人はこれを見とがめ、おぶんを石棺し、死なせてしまう。慌てた主人はおぶんの遺体を土蔵に隠し、知らぬふりをしていた。おぶんの両親が行願寺列夜を営んでいたところ、彼女の幽霊が現れ、ことの次第を語ったので、真相が明らかになり、 七夜の主人は捕らえられたというものである。エマにはお分の居合の手鏡がはめ込まれている。受老人心臓、栗七福心臓。ありがとうございます。